ラムレーズンのみずみずしい美味しさ、アイスミルク、レーズン 5%、 どんな味がするんでしょうか。ちなみに洋酒が入っておりまして、アルコール分 0.7%、 カロリーは224、それからタンパク質 3.4、 脂質が11、まあまあですね。炭水化物27、食塩が 0.087、 食塩は気にしなくていい感じになりそうですよね。注意、レーズンに枝、まあ枝の一部が残っていることがあります。生チョコレートは大変柔らかい、あれ生チョコなんだ、柔らかいため落ちて衣服などを汚すことがありますのでご注意ください。スプーンは封入されていません。手で開けますよ。どんなだと思います？やりん、カップに入っているそうなんですけど、おー、赤い。これ白だけだとちょっと安っぽいですからね。やっぱり赤、赤いですね。ラミー。さあ皆さん一緒に。ラミー。ゴー！では蓋を開けます。蓋開けますよ。じゃん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 。おー！チョコー！そう、ラミーはチョコなんです。チョコなんです。こんな感じ。ツヤツヤ。ツヤツヤですね。チョコちょっと、ほじくってみますか？私、アイスは木のスプーンが好きなんですよ。木のスプーンが。ただ今日はあのラミー様ですので、ちょっとこの金属製のスプーンでいただきたい気分です。では、一口目を。あ、いい香り。香りがツーンときますね。ラムレーズンの。じゃあちょっといただきます。どうぞ。お口開けてください。どうですか？いただきます。一緒にどうぞ。ラミーって感じですね。濃いですね。なんか、あの、ラミーチョコレートのアイス版っていう感じですね。こう、チョコと、あの、茶色いアイスっていう感じですわ。この溶けかかってるのが美味しいんですね。アイスっていうのはね。いただきます。あ、どうぞ。トゥルトゥル。うまい。おいしいです。せっかくなんでちょっとお皿に出そうかと思ったんですが、お皿に出すとぐちゃぐちゃになりそうなんで、このままいただいちゃっていいですかね。あ、お口の中でレーズンちゃんがシャリッシャリッとした歯ごたえを醸し出してくれています。あ、ラムレーズン入ってるわ。おお、見た感じ入ってないんですよね。でも口人の中ではラムレーズンがチラリホラリと出てきますね。洋酒風味すごいいいね。ちょ、せっかくなんで木のスプーンでもいただきたいと思います。金属ちゃん、さよなら。私は木のスプーン派なんですよね。これこれ。これじゃないと。ね。いただきます。おう！
あ、木のスプーンもいいけど、やっぱりこれは金属の方が美味しいですね。このパッケージにもね、金属のスプーンなんですよ。やっぱり。ね。では。やっぱり金属ちゃんいらっしゃい。結構、チョコレートのラミーも味が濃くて甘いんですけど、これもかなり濃いので、これ半分で、ちょっと冷蔵庫しまっといても、冷凍庫しまっといてもいいかなぐらい濃いですね。あ、レーズン発見。レーズン発見だよ。どうぞ。あー。パク。レーズンがシャリシャリ。すんごい濃い。白湯が飲みたくなるね。白湯が。白湯飲みたいぐらい濃いです。胸焼けするぐらい。いや、これは褒め言葉ですよ。胸焼けするぐらいの美味しさ。ラミー。ね。さすがの味わいですね。へー。皆さんもいかがでしょうか。なんか、バニラのアイスかなんかと、コラボさせた方が美味しいかもしれないですね。まあこれは好みですから、好みはそれぞれでお試しになったら、あ、これほんとね、お酒のあてにいいかもしれないですね。何がいいんかちょっと私お酒音痴なんで知らないんですけど、スパークリングワインとか違う？あ、やっぱりほらワイングラスとか書いてあるもん、これ。合うと思ったわ。多分、知らんけど。ラミー、普通の100円とかじゃ買えませんが、ちょっとお高いラミー、ぜひお試しを。